バイバイアイフューリアス。おー、たぬきピース。よっしゃ、でけ。おー、引くぞ。はい、浮きたぬきテキサスにね、いいサイズ来た。よっしゃよっしゃよっしゃ、いたよ。おー、引き続きね、ほら浮きたぬきテキサスで来ましたよ。こんなね、今バスだったな。おっしゃ、食った。あー、バレた。あー、いたー。おー、やべ、バラしちゃった。なんかね、追っかけてる姿が見えたんだ。ちょっと近すぎるか。こういうんじゃないんだ、こういうんじゃないんだ。いたよ。なんだ、なんだったら食うんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。これはフューリアス、フューリアス。あー、バスいた。ちょっ、多分80ジュニアな感じの雰囲気だけど、ここは一つ新しく出たメガバス。今かつコラボレーション、フューリアス、フューリアス、来い。あ、違う、お呼び出ない。
フリアス。よいしょ。よいしょ。はい、ちょっとね、小ぶりだけど、なんかね、魚の気配がしたから、アイバイアイシャット、フリアス投げたら、食いましたよ。イエーイ。初フリアス、フィッシュ。言えたかな？はい、じゃあ逃がしてあげます。イエーイ。はい、というわけでね、帰ってきましたけども、これね、アイバイアイシャットのフューリアスっていうことで、2023年ね、新登場の今勝プロとメガバスの、コラボレーションプラグっていうことでね、お気に入りで使っているんですけども、今回もね、なんか表層付近でなんかね、たまにボイルが起こるっていうね、そんな、ユーマズメの瞬間ね、ただなんかトップウォーターではできらないんですよね。そんな時にこの水面直下、ちょい下をね、泳ぎ切ってくれるフューリアスどうかなと思ってね、投げたところ、まあね、ほんと快適に使えるんですよね。根がかりしないでタカ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 ーってね、早めのスピードで巻き切ることができるんで、それでね、ちょっと釣れたサイズは小型でしたけども、気持ちよくね、バイトを取ることができたんで、改めてね、いいルアーだなーっていうね。まあ、ああいうちょっと、水面にはできらないんだけど、バスはね、水中フィーディングしてるっていうね、そんな状況でね、使い込んでみたいな、なんていうふうに思いました。はい。でね、アイバイアイシャットで釣れる前に、結構ね、複数匹釣れていたのが、こちらのね、浮きタヌキ。ね。これをトップウォーター使いしたり、あとはね、テキサスリグにね、リグったりしてね、まあ、こういう感じのシンカーなんですけども、使っていたところ、気持ちよくね、反応が得られていたよっていうね。これ実際に使っていた、サーモンピンク色の浮きタヌキなんですけども、一番ね、今回ね、使って感じたのが、エラストマー素材で作られているので、めちゃくちゃ丈夫。ね、従来のゲイリー素材の、まあ、ヤマタヌキとかだと、それはそれめちゃくちゃ釣れるんですけども、やっぱりね、普通のワーム素材なんで、何匹か釣るとね、破れてきたりとかね、まあ、付け替えたりって、まあ、一般のワームってそうですよね。まあ、その柔らかさが絶妙にね、釣れる秘密だったりするわけなんですけども、今回のこの浮きタヌキはエラストマー素材でできているからね、本当にね、これね、なんだろう、全然ダメージを受けないんですよね。これだから都合、動画にね、電池切れしていたタイミングとかも考えると、5、6回噛みつかれてね、そのうちまあ3匹ぐらいは釣り上げたのかな。40アップ近いバスとかもね、釣れたんですけどね、全然何かあったんですかぐらいにね、こう全然ダメージを受けてないんですよね。だから、まあ、なんだろう、大切に使えば本当末永くね、使えるね、プラグみたいな、ワーム、なんか不思議ですよね。まあ、エラストマー素材で丈夫なんで、あんまりその底でね、根がかるようなところとかね、ガシガシ攻めなければ、中層とかでね、ミドスト気味、もしくは本来の使い方のトップウォーター気味に使えば、非常にね、長持ちしてくれるいいワームなんじゃないかな。で、これ針はね、スーペリオフック、CO フックのですね、10番で合わせているんですけども、水晶はね、すごいフックだと思うんですけども、ここら辺のフックを、なんだろう、使い分けることによって、このね、CO フックの10番だと、たまーにこう水中にダイブするんですよね。ちょっと針が重めなのかな。基本はトップウォーターでもちろん誘えるんですけども、ちょっと巻き方とか工夫すると水中ドッグウォークなんかもね、するようになるんで、まあ、やっぱりね、水面直下で、攻めたい時なんかはちょっと重めの針なんかを選択するっていう使い方もありなんじゃないかな。まあね、今回はね、ちょっとね、浮きタヌキの動画ってわけではないので、またね、浮きタヌキね、掘り下げていきたいと思いますが、はい。というわけでね、本日の動画は、こちら、アイバイ
イチャットフューリアスですね。まあそれとね、これを使うきっかけになったね、浮きたぬきの、中層使い、これをね、まとめてみました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。